はい、始まりました。今回は東条城というところに来ています。前回のどうする家康では水野家と松平が戦っていました。水野家と戦っていたのですが、最終的には今川と戦うことになります。戦ってましたね、もうすでに。っていうのがどうする家康の第3話でしたね。その第3話を少し解説していきたいと思います。まずはじめに、最初刈谷城を攻めてました。刈谷城は水野信元のお城です。水野家のお城です。それを攻めてたんですが、水野家は松平元康にとっては叔父にあたります。お母様が水野家なのです。お母様が水野家で、水野信元というのはお母様の兄になります。なので、そこまで水野っていうのは反撃しないです。逆に水野は甥っ子、甥である松平元康にこっち来いよ、早くこっち来いよ、いいから織田軍になろうよ、織田方になろうぜって言います。ただ松平元康は拒み続けます。拒み続けている間に、ちょっと兵が疲れてきちゃってるんですね。今川様の援軍はまだかと待っています。その頃今川って援軍は全く出せない状況です。なんで援軍が出せなかったのかっていうのをちょっと補足しますと、実はその頃越後の上杉謙信っていう、その時はまだ長尾景虎っていう名前なんですけれども、上杉謙信が北条を攻めてるのです。北条っていうのは今川と武田と北条が三国同盟って言って、三つの巨大な国を同盟結びましたよ。ただその三つの国のうちの一つ、北条家がもうボッコボコにやられているということで、援軍を出すべきなのか否か、援軍はどこに出せばいいのかっていう情報がずっともう錯綜していまして、忙しかったんです。そこで唯一現れた援軍、吉良義明という、吉良家という一族が援軍に駆けつけました。この吉良家というのは西尾市、今の愛知県でいう西尾市を任されていたのが吉良家です。そしてここ東条城は吉良家のお城です。これ見てた人も、どうする家康を見てた人も見てない人も、誰っていう話ですよね。吉良義明、この人実は室町幕府、室町時代の将軍様、足利家の一族なんです。なので京都足利将軍家の親戚、一番最も近い親戚と言ってもいいでしょう。そのぐらい格式の高いのが吉良家でした。なんでそんな偉い人が今川軍にいるのって思いますよね。そこはもう勢力の違いがありすぎました。そして今川も一応足利の親戚です。なので今川吉良っていうのは協力関係にあります。そして吉良家松平連合軍が水野に襲いかかるんですけれども、失敗を重ねます。水野家の方もちょっと甥っ子やりすぎだなっていうことで、一人の女性を派遣します。それが松平元康のお母様、於大の方です。初対面、ここでまあどうする家康ではここで初めて対面するっていう話の感動のシーンです。お母様みたいな形でも感動のシーンなんですけれども、お母様が言った一言、織田家につくのです。織田家につきなさい元康で、子供の元康はいやいやいや、何言ってんのお母さん、そんなことできるわけないよ、だって今川領には嫁も子供もいるんだよって言ったら、本当鬼のような形相で、於大の方松嶋菜々子さんがもうすごい、すごかったですね、あの一言。主君たるもの、家臣と国のためならば己の妻や子ごとき平気で打ち捨てなされ、自分の家族を犠牲にしてでも国や家臣の
の家族を守るのが主君でしょって言ったんですね。それでも納得いってないのが松潤家康、元康ですね。出てけって言ってましたね。ただここで家臣たちもちょっとお散歩行きましょうかって元康を連れ出します。そこで酒井忠次が一言言ってましたね。今川様のためには誰も動かないと、農民たちは誰も動きませんよ、松平元康様のためだからみんな元気に働いてるし元気に動くんです、戦があれば向かいますと、それだけ解放されてるんですと。今川様の時は年貢が本当に高くてみんなギリギリでしたみたいなことを言ってましたね。これさらっと何気ない会話に聞こえるんですけれども、結構大事なこと言ってたんですよ。今川領、今川のお国では今川金目録っていう、まあ今でいう法ですね、法を作ってたんです。他の大名家はほとんどお代官制度、お代官様が年貢などを徴収して納める、お殿様に納めるっていうのをやっていました。ただ今川家、今川の場合はあなた年間にどのぐらいの土地でどのぐらいのお米取れますか、じゃあこのぐらいだったらこれだけくださいっていうのを正確に出してたんです。なのでお代官とかが必要なかったんです。ただこの制度によって治安は良くなったんです。毎月毎月お代官様が今月の家賃まだかねみたいな、今月の家賃は、君の家来月からちょっと5万円払ってくんない、お殿様から言われたんだよ、5万円にしろって、だからごめんな5万円ちょうだいって、ありもしないことを言ってお代官様は下の者たちに5万円もらって、お殿様には4万円渡す、そして1万円を懐に入れるみたいな方が結構いたらしいです。今のはちょっと例えで、家賃5万円のお話で例えでしたけど、それを年貢で行ってたっていう形ですね。そういうような法を33箇条かな作ってたんですけれども、結構面白いです。今の法にも似たようなことあるんじゃないかなっていうのが、もうすでにこの時代今川はやってました。他の国、他の大名家ではそこまでビシッとしたのはやってなかったり、結構曖昧なことが多かったんですが、ちゃんときっちりした法によって裁きを与えるっていうのは今川領はしっかりしてました。しかもその法律結構細かいんですよ。例えば喧嘩っていうのはした時点でお互いがバトルをしてるから喧嘩ですよね。その喧嘩をした時点で死罪なんです。ただ一方的にどちらかが怒ってる、これは喧嘩じゃないんです。一人が怒ってるだけなので喧嘩にはならないんです。そういう時はその怒ってる方が死罪です。怒ってるって言っても、この死罪に当たるのは怪我させたとか傷つけたとか、今でいう警察が関与するようなことがあった場合死罪ですっていう形です。で、僕がすごいなって思ったのは、子供の喧嘩あるじゃないですか。じゃあ子供の喧嘩は死罪なの？違うんです。死罪じゃないんです。それを利用して、向かいのあいつ本当に今日イラッとしたから、おいお前、子供に向かって、明日もう あちらのお宅の子供ちょっとボコってきてっていう、大人が関与した喧嘩っていうのは死罪なんです。両方死罪なんです。親子揃って死罪なんです。あとはおーやってんなやってんな、やれやれもっとやれっていうのも死罪です。両方死罪ですっていうような、大人が関与しちゃった時点でそれは子供と親両方死罪に当たるって、これ面白いですよね。結構細かいところまでこの時代でもうすでに作られてた法っていうのが今川なんです。今川金目録っていうので、これ武田家や織田家後々参考にして、わすごいなこの今川金目録って言って真似てるんです。うちの市あれだよ、子育て制度しっかりしてるよ、治安もすごいいいのよ、ただ年貢高いけどね、ちょっと高いけどしっかりしてるよっていうのが今川領なんです。
どうする家康では年貢高いから嫌だっていう風に表現していました。そして家臣の説得により、なんと吉良松平連合軍と水野の戦いだったのですが、水野松平連合軍で吉良を撃つという風な最後になってまして、大ドンデン返しみたいな、面白ってなりました。そして今の映像、西尾城から先ほど最初に流れてた映像、東条城を攻めます。エンディングで燃えていたお城は東条城です。今川には激震ですよね。松平謀反と、松平が寝返ったっていうことで人質をねやってましたけれども、ということでどうする家康、一気に楽しくなってきましたね。次回も楽しみです。今回の動画はこれまで。ご視聴ありがとうございました。